197番、202番、205番、この角度は本当はダメなんでね。あ、そっか。頑張ってね。後ほどお願い。はい、それでは今、JBDF 北海道選手インタビューしたいところなんですけども、もうですね、一面にフロアが先ほどまで2面に分かれていたところが1面になって、インターバルが非常に短いので、競技中にインタビューするのはなかなか難しいということで、先ほどの3行戦を勝ち抜いたのは、鈴木俊組と大西渡組の2組になりました。そして皆さんも、こちらご覧ください。この QR コード、ちょっとアップしてみますか。この QR コードを読み取ると、成績が見えるようになりますので、ぜひそちらで間接的にでもご覧いただければと思います。この QR コードね、スマートフォンで読み込むとプロスタンダード部門のフォルダが出てきますので、こちらにから勝ち進んだ選手の名前をチェックしてみてください。以上です。中でもですね、素晴らしくダイナミックな踊りを披露している大西君です。今後も期待してください。この後ろですね、QR コードがありまして、ここをね、見ると大西君がこの後どうなるのかっていうのがね、チェックできるようになってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道の平田です。今日ですね、北海道の選手のインタビューを主にやってるんですけども、私の個人的な知り合いにもちょっと声を聞きたいと思いますので、どうぞ。じゃん、こんにちは。こんにちは、西井です。大阪の春菜です。さあ、2日間ですね。始まりますね。始まりますね。はい、私は映ってないですよね。映ってる。映ってる。うん。何か見どころありますか。やっぱり先生はセグウェイが。セグウェイですね、まずセグウェイ、はい、そうですね、はい、すごい楽しみなのと、オープン戦も誰がチャンピオンになるのかっていうのがすごい見どころで楽しみです。いかにね、このコロナ禍の中でモチベーション高く練習できてたかっていうのをね、楽しみに、はい、選手たちの成長すごい楽しみです。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、結構固いコメントだったので、YouTube、JBD 北海道のオフィシャルの方に流したいと思います。ありがとうございます。初めに喋りました。ありがとうございました。ありがとうございます。